ただいま帰りました。俺の名前は高橋。毎日会社にこき使われてるリーマンだ。お帰りなさい高橋さん。今日も残業お疲れ様です。ああ、起きてたんですね。彼女は七瀬さん。マッチングアプリで出会った美人すぎる道具人。ああ、毎晩こんな時間ですみません。いえいえ、気にしないでください。あ、ありがとうございます。でも高橋さんをそこまで疲れさせるなんて正直許せませんね。あの会社、私がすぐに潰してあげてもいいんですよ。あ、いや、大丈夫ですから。なぜだか俺に尽くしてくれる七瀬さん、その愛情の形はかなり歪んでいる。ふう、今日は割と早く終われたなって言っても、子供ならもう寝てる時間か。前からこき使われてるけど、最近はちょっと異常だな。俺はともかく、七瀬さんにはこれ以上迷惑かけたくない。ふう、やっぱり転職考えた方がいいかな。ああ、そうだ、七瀬さんにメッセージ入れておこう。このところずっと御前様だったし、喜んでくれるかも。と、待てよ。これから帰りますなんて、そんな恋人みたいな。いやいや、これは単なる同居人への連絡だから。あ、しまった、確認せずに取っちゃった。夜分遅くにすみません。こちら高橋さんの番号でよろしいでしょうか。はい、そうですが。ああ、その声高橋くんだ。私下村、中学校の時一緒だったの覚えてる？え、下村さん？あ、ああ。で、上司に仕事を押し付けられっぱなしで残業続き、日をまたぐこともしょっちゅうだよ。そっか、大変なんだ。掃除当番代わってあげたり、自分から先生の手伝い引き受けたり、昔からすごく優しいよね。でもそういう人って損しがちだよね。貧乏くじ？言い方悪いけど。言えてる。自分でもバカだなーって思う時あるよ。私はそういうの嫌だな。いい人はちゃんと得をするべきだよ。え？私、どうしても高橋くんと話したいって言ったよね。実は仕事のことなの。高橋くんが幸せに働いてるなら言わないつもりだった。でもねえ高橋くん、そんな職場辞めて絶対転職した方がいい。転職、私のやってる仕事ならもっと楽だし収入もいいの。今みたいに残業続きなんてこと絶対にない。のんびりできる時間も増えるよ。ところで高橋くん、彼女いる？えっともうごまかすの下手すぎ。だったらなおさら転職しちゃいなよ。そうすれば彼女にいっぱいプレゼントあげられるよ。高いブランド品だって全然平気。いや、それは七瀬さんにはブランド品は不要だろう。どんな高級品だって買えるはず。でも転職すれば今みたいに七瀬さんを深夜まで待たせずに済むかも。うん、もうこれ以上迷惑かけたくない。ねえ下村さん、本当にいいの？今からでも割り勘でいいんだよ。いいのいいの、私が強引に誘ったんだから。じゃあ今度詳しい資料持ってくるね。またね高橋くん。うん、おやすみ。やっぱり変わってなかった。ちょろいったら。ただいま。お帰りなさい。今日は早く。お酒の匂いがしますね。え、いや、飲んでないです。でもお酒を出す店にいましたよね。それに香水の香りもしますけど。なるほど、そんなことが。俺、ずっと申し訳ないと思ってたんです。このところ七瀬さんの睡眠時間を奪ってるし。そんな、いいんですよ。私が好きでやってるんですから。でも新しい仕事に就けば今よりは七瀬さんに迷惑かけずに済むかもしれない。だから前向きに考えたくて。高橋さん、
そうやって他人のことを優先するの、とても高橋さんらしいですね。似たようなこと下村さんにも言われましたよ。でもまあ仕方ないです、俺が俺なんで。その人中学の同級生でしたっけ？そうですけど、あ、特別な感情とか全然ないですよ。大丈夫、分かっています。ええ、高橋さんのことなら全部リサーチ済みです。それにしても昔の同級生からの突然の連絡ですか？はいはい、本当にすみませんでした。今のは切れた部長からの電話だった。連日の残業疲れのせいか、かなり大きなミスをしてしまったらしい。怒鳴り声でまだ頭がガンガンする。役立たずは直帰しろとか、誰のせいでこうなったと思ってるんだよ。あ、でもこれ不幸の幸いか。少なくとも今日はゆっくり。ん？下村さんから？いや、僕もね、以前は今の君みたいに残業漬けですごく苦しんでたんだよね。でもこの仕事に転職してから人生が変わったんだ。こんなに楽々稼げるなんて夢みたいだなって。わかります、人脈もどんどん増えて、ほんといいことづくめですよね。近くでちょうど説明会があるからってメッセージで言われて来てみたはいいけど、さっきから話を聞けば聞くほどやばいんですけど、これってどう考えてもマルチ商法だよね。俺ん？どうしたの高橋くん。その俺ちょっとこういう仕事は向いてないかもしれないって。いやいや、君絶対向いてるって。僕そういうの見抜けるタイプなんだよね。はい、これここにサインして、住所と名前ね、あと印鑑も。はい？今がチャンスだよ高橋くん、これを逃したら次はない。ま、待ってくださいよ、契約って強要しちゃいけないんじゃ。誰が強要してるって？僕はね、荒っぽいことは嫌いなんだ。紳士的に進めたいたちでね。大丈夫だよ、危ないことなんて何にもないからね。新たな世界に飛び込もうよ。いや、俺はこれサインしないと返してもらえないよな。でもこんな怪しい商売の契約したら、今よりもっと七瀬さんに迷惑をかける。それだけは絶対にやっちゃダメだ、ダメなんだ。その人を返してやれ。は？何言ってんですかボス。高橋さんだったな、すまなかった。もう帰ってくれていい。ここで返す？ボス、冗談も休み休み。言う通りにしろ、命が惜しいならな。さあ早く、あんたはここにいるべきじゃない。はい、失礼します。助かったみたいだけど、でもなんで？私は命なんて奪ったりしませんよ、人聞きの悪い。そんな生優しい制裁なんてつまらないですからね。あのボス、一体どういうことです？もう商売は終わりなんだよ。一切合切このお嬢さんが持ってった。俺たちにはもう何の権利も残っちゃいねえ。はあ、そんなバカな。立てつくんじゃねえぞ。物本の命は無事でも社会的生命は完全になくなる。ともかく解散だ。全員外へ出ろ。早くするんだ。待って、あなた下村さんでしょ？高橋さんと同級生とか言う。え、そうですけど。本当、あなたには心底呆れましたよ。昔なじみの立場を利用して高橋さんにつけ入ろうなんて何様のつもりですか？きっと彼が扱いやすいと思ったんでしょ？ちょろいってね。でも、あなたは間違ってますよ。え？
教えませんよ。教えてあげる価値もない。二度と高橋さんの前に姿を現さないように。もし破ったら、わかりますね。はい。ええ、やろうと思えば簡単でしょう。でも高橋さんは決してつけ込んでいいような相手じゃないんですよ。すみません、もっと高級な方がいいでしょうけど、俺がおごれる店ってここくらいで。何言ってるんですか。高橋さんと一緒なら私はどこだって嬉しいですよ。そう言ってもらえると。仕事が一段落したので、せめてものお礼ってことで。本当、七瀬さんには迷惑かけっぱなしだったし。でもあの時うっかりマルチに引っかかってたら、もっと迷惑かけてたんだろうなって。最近思ってるんですよ。俺はしがない社畜リーマンだけど、それでも運はいいんじゃないかって。え？契約寸前に追い込まれたけど、なぜか無事に切り抜けられましたし、それに誰かが法的機関に訴えてくれたらしく、ひどい残業もなくなりました。ありがたい話ですよ。ともかく今夜は何でも好きなものを注文してくださいね。俺何でもおごりますから。そうですか。じゃあ高橋さん。は？はじゃないですよ。好きなものを注文していいんでしょ。高橋さんください。そこはお店でできるもので。冗談です。なんて、もちろん本気ですけどね。七瀬さん、今日は随分楽しそうですね。だって高橋さんと一緒にのんびりショッピングですよ。楽しいに決まってます。俺の名前は高橋。たまの休日を満喫している。でもいつもは残業休日ばかりの社畜リーマンだ。今日は何を買う予定なんですか？もちろん高橋さんとペアのマグカップですよ。はい。彼女は七瀬さん。美人で可愛く、投資や経営までこなすパーフェクトな大学生。ふとした縁で出会って以来、今は同居人だ。ハートが書いてあって、二人のイニシャルが入ってるあれです。同性カップルの必須アイテム。あ、ついでに夫婦ジャーンも揃えちゃいましょうか。冗談ですよね。冗談？まさか高橋さんとの愛の巣を完璧にする、私の願いはそれだけです。なんて、もちろん冗談です。はあ、驚かさないでくださいよ。七瀬さんの愛情は普通の人とは違っていて、冗談か本気か時々わからなくなる。いた。高橋さん？どうしよう。え、おい君、もしかして怪我したの？大丈夫？サトシちゃん、大丈夫？怪我はない？大事な体に傷がついたりしてない？ほら、ママが起こしてあげる。あなたたち、うちの子を転ばせるなんてどういうつもり？はい？嘘つかないでちょうだい。サトシちゃんが泣いてるのよ。あなたたちがやったに決まってるわ。この子は滅多なことじゃ泣かないのよ。私がこの手で強い子に育ててるんだから。ママ、サトシちゃんは黙って。でも僕がぶつか。いいからママに任せなさい。大人に逆らわない。面接の時に試験官に睨まれるわよ。君、もしかしてびっくりしちゃったのかな。だったらごめんね。今謝ったわね。ほら見なさい、そっちが悪い証拠だわ。ああもう、呆れて物も言えないわね。一度はごまかそうとしておいて、自分からボロを出すなんて、脳みそが足りないのね。まったく、低学歴はこれだからな。今のちゃんと聞いてました？高橋さんは息子さんを気遣って謝ったんですよ。あら、こんなダメ彼氏かばうの？
情けない。付き合うならもうちょっとマシなのにしなさいよ。ほんと男を見る目がないったら。だいたいあなたどこに勤めて。はあ、いいわ言わなくて。どうせろくでもないところでしょうし。そのおつむじゃねえ。あらやだ、ソフトクリームが台無しじゃないの。あなたたちのせいでこの子の栄養補給と一日のカロリー量が崩れたわ。まったく。あのね、私はこの子に徹底した栄養管理をしてるの。きちんとカロリー計算をして、かつ体にいいものだけを食べさせてるのよ。このソフトクリームは完全な有機乳にオーガニックシュガー。まあどうせあなたたちのレベルじゃ価値なんてわからないでしょうけど。さ、しょうがないからパパのお店に戻るわよ。そうだ、知らないでしょうから教えてあげるわね。最近 SNS でも評判のオーガニック&ローって会社、うちの夫そこの重役なのよ。誰かさんとは違って、有名大学から海外留学っていうエリートコース。一度お店を覗いてみたら。まあでもあなたたちじゃ気後れしてお店にも入れないかもね。あそこ意識高い人たちが集まる場所だから。じゃ失礼。なんだか嵐に巻き込まれた気分ですね。大丈夫ですか高橋さん。俺より七瀬さんですよ。大丈夫でした？いろいろ言われちゃったでしょ、俺のせいで。高橋さんのせいじゃないですよ。ええ、高橋さんのせいじゃありません、絶対に。さとしちゃん、ちゃんと噛んで、胃に負担をかけないで。そうすれば食後眠くなりにくいって何度も言ってるわよね。この後も勉強が待ってるんだから。はいママ。なあママ、せめて食事の間くらいは明るい話をしないか。心の栄養だって大事だろ。別に暗い話なんてしてないわ。さとしちゃんは受験を控えた大事な時期なのよ。少しでも勉強がはかどるように気を配るべきよ。でもそんなに勉強言ってたら、さとしだって息が詰まるだろう。なあさとし。うん。ああもうわかった。じゃあパパ、何か明るい話をしてちょうだい。そうだな、じゃあとっておきの話だ。実はうちの会社が買収されることになってね。買収ですって？ちょっとそれのどこが明るい話よ。ねえ、あなたの役職はどうなるの？まさか左遷なんてことはないでしょうね。おいおい、そう急ぐなって。安心しろ、俺は変わらず常務だよ。あら、そうだったらいいわ。いや、今度の社長がすごいんだよ。若いのにできた人でさ。サトシちゃん食べ終わった？だったら少し休んでお風呂。それから今日の課題、ママが問題をセレクトしておくから全部解いてから寝るのよ。はいママ。パパもくだらない話はもうやめて、昇進の話が出た時にだけ教えてちょうだい。その時は付け届けでも何でも手配するから。うちは立派な家庭じゃなくちゃいけないの。サトシちゃんもあなたと同じように人の上に立つ人間になるの。それがサトシちゃんの一番の幸せよ。でしょ？ああそうだな。あ、あなたたち、なんでまたいるのよ。なんでって。普通に買い物ですけど。ここは高級店ばかりなのよ。あなたたちみたいな低レベルが来るような場所じゃないんだから。ママやめなさい。どうしてよ、この人たちサトシちゃんを転ばせて知らん顔してたのよ。低学歴の失礼で下賤な連中よ。いい加減にしなさい。勝手な決めつけをするんじゃない。何よ、パパは向こうの味方をするの？この前会社の買収話をしただろう。彼女、七瀬さんがうちの会社の新社長なんだよ。まさか。え？ああ、七瀬さん、本当に？はい。
オーガニック関連の業種って前から興味あったんですよね。だからこの前あなたに社名を聞いてから気になっちゃって、調べたらちょっと経営面が弱くて、ならうちに入ってもらった方が安定しますから、ご安心ください。ウィンウィンですよ。そんな、あなたが社長？さあ早く謝りなさい。自分がどれだけ暴言を吐いたか分かってるだろう。でも私はただサトシちゃんのために、サトシちゃんが負けたらいけないって。あの、この前は本当にごめんなさい。それに今日も君、そのできればママを許してもらえませんか？え？無理なお願いなのは分かってます。ママのやり方は無茶苦茶だし、言い方もひどいから。でも僕のために一生懸命なんです。お願いします。高橋さん、私たち買い物に来たんですよね。そろそろ行きましょう。七瀬さん、分かった、君の頼みを聞くよ。ありがとうございます。じゃあ俺たちはこれで。あの本当に申し訳ありませんでした。七瀬さん、すみません、俺のためにいろいろと。買収の件ですか？高橋さんは関係ありませんよ。本当に興味があっただけですから。うん、嘘ですよね。ええ、嘘です。本当はとことん懲らしめてやるつもりでした。高橋さんにあんなひどい言い方したんですよ。社長ならどんな強硬手段も取れますし。うん、でも今日偶然あの家族に会ってもういいかなって。守りたいもののために必死になる、その気持ちは私にもよくわかりますから。はい、なんでもありません。さあショッピングにレッツゴーです。そんな、ありえません。七瀬さん落ち着いてください。俺の名前は高橋、冴えないサラリーマンだ。高橋さんの健康を管理し完璧にサポートするのが私の仕事なのに不甲斐ないです。この人は七瀬さん負けあって同棲している現役女子大生で、可愛らしく頭もいい、まさに完璧な女性なんだけど、数日検査入院するだけですからすぐに帰ってきます。嫌です、耐えられません。高橋さんのいない家なんて、私も病院に泊まり込みで付き添います。さすがにそれは。私がついていない間に変な虫に目をつけられたらどうするんですか？高橋さんを狙っている女はたくさんいるんです。絶対に排除しないと。どうしてか過剰すぎるほどの愛を俺に注いでくれるサイコパスなのだ。なんとか七瀬さんに思いとどまってもらったけど、採血苦手なんだよな。見ないようにしよう。それじゃあ高橋さん、聞き手じゃない方お願いします。はい、よろしくお願いしま。高橋さん大丈夫ですか？高橋さん目が覚めましたか？看護師さん、そうか、さっき貧血を起こして、最近残業続きであまり寝れていなかったし疲れが出たのかな。すみません、ご迷惑をおかけしました。看護師さんのおかげで助かりました。いいんですよ、お仕事ですから。辛い時に迷惑なんて考えないでください。ありがとうございます。高橋さん、なんだか心配だな。いつもそうやって無理をしてるんじゃないんですか？疲れた時は頑張っちゃダメです。実は検査する前に療養も兼ねて数日間入院した方がいいって先生がおっしゃっていたんですけど、どうしますか？でも仕事が。その仕事も体が元気じゃなきゃできませんよ。まずはしっかり療養して、それからまた頑張ればいいじゃないですかね。確かに看護師さんの言う通りだよな。プロの判断が一番なんだし、これ以上七瀬さんにも心配をかけるわけにはいかない。おとなしく入院しよう。はい、わかりました。無理しないようにします。かしこまりました。じゃあ手続きを進めますね。看護師さん親切だな。やっぱり医療に関わっている方って患者のことを真剣に考えていてすごいな。高橋さん本当に心配、私が見ていてあげないと。それからというもの、看護師さんは何かと俺の体調を気遣ってくれるんだけど。高橋さんおはようございます。
朝ごはんのお時間ですよ。はい、あーん。自分で食べられますから大丈夫です。さすがにこれはやりすぎじゃないか。あ、昨日も。高橋さん、お手伝いしますよ。大丈夫です。熱はないみたいですね。よかったです。最初は仕事熱心なんだなって思っていたけど、ちょっとやりすぎのような。もう高橋さんテバテレアなんだから。ちょっとひじりさん、あなた他の仕事はどうしたの？高橋さんも困ってるじゃないの。大丈夫ですよ、市長。高橋さんのお世話が終わったら行きますから。それに高橋さんは遠慮してるだけですよね。でもお忙しいですよね。俺は大丈夫なので気にしないでください。いい加減にしなさい。ごめんなさいね高橋さん、ゆっくり休んでくださいね。高橋さん、また後で行きますね。こんにちは高橋さん。七瀬さん。そんなに驚かなくても、お見舞いに来ますって連絡したじゃないですか。ああ、お忙しいところすみません。大学の授業は大丈夫ですか？そんなの気にしないでください。どうとでもなりますから。それより高橋さんの方こそ昨日倒れたなんて。やっぱりあの会社訴えますか？使えない部長もそろそろ。七瀬さん、俺は大丈夫です。悪いところがないかちゃんと調べ直して、体調不良は改善して退院するって約束したじゃないですか。高橋さん、わかりました。高橋さんがそう言うなら今回は我慢します。ありがとうございます。これ差し入れのフルーツです。高橋さんが好きなものを取り寄せました。召し上がってください。そうだ、せっかくですし皮を剥きましょうか。ナイフもちゃんと持ってきました。どこから出したんですか？危ないので大丈夫です。俺がやります。練習してきたのでさばけるはずです。さばくって魚じゃないんですから。あ、それもそうですね。それ、あの女、美人だけど性格はあんまり良くなさそう。それにナイフを高橋さんに向けるなんて。きっと高橋さんはあの女に落とされてるんだわ。それであんなに疲れ切って悪い女に振り回されて倒れるなんてかわいそう。私が絶対に助けてあげないと。失礼します。高橋さん、電話の時間ですよ。ありがとうございます。すみません、高橋さんは検査と療養に来ているので長時間の面会は控えていただいてもよろしいですか？治るものも治らなくなっちゃいます。え、七瀬さんは今来たばかりで。ほら、高橋さん微熱があります。無理したからですよ。もうこれだから目が離せないんです。36度6分って微熱に入るんですか？平熱だと思いますけど。医療行為に素人が口を出すのはどうかと思いますよ。それに検査入院なのに食べ物持ってくるなんて気が利かない人ですね。高橋さんの再検査項目に食事制限が必要なものはなかったと思いますが、あなたこそ看護師のくせにそんなことも把握してないんですか？ちょっとやめてください。看護師さん、七瀬さんはその俺の身内なので、もう少しだけ話をさせてください。高橋さん、それから七瀬さんも少し言い過ぎです。そうですね、すみませんでした。それじゃあ次は夜ご飯の時に来ますね。食べられなくなっちゃうので、フルーツはほどほどにしてください。わかりました、ありがとうございます。はあ、危なかった。大喧嘩になるかと思った。俺の身内、つまり生涯を誓い合った仲ってことですね。高橋さん、嬉しいです。必ず幸せにします。いや違う、言葉のあやですよ。やっぱりあんな女に高橋さんは任せられない。先生に報告しなきゃ。高橋さんはまだ退院させたらダメだって、休養が必要だって説得しなきゃ。そろそろ寝なくちゃいけないんだけど、病院の消灯時間って早いな。ついつい携帯を見てしまう。高橋さん、こんばんは。あ、看護師さん。ダメですよ、携帯いじっちゃ。もう寝る時間です。これは没収。あ、預かっておきます。目をつぶって横になるだけでもいいですからね。ああ、わかりました。どうしても寝られないときはこれを飲んでください。置いておきますね。これ睡眠薬にしては変わった色だな。何の薬だ、飲んでいいのか。やっぱり目をつけられてるじゃないですか高橋さん。本当に手が焼けますね。もしもし、私です。よく寝たな。検査も無事全部終わったし、そろそろ退院できるはずだけど、何の説明もないな。高橋さん、おはようございます。今日の朝ごはんです。おはようございます。って、何ですかこの量。明らかに規定より多い気が。いっぱい食べて精をつけてください。朝からこの量は食べきれない。
あ、そういえば預けた携帯電話ってナースステーションにある金庫に置いてきちゃいました。後で取ってきますね。よろしくお願いします。あ、先生おはようございます。おお、ひじりくん、高橋くんのことなんだが。はい、今日も食欲があまりないみたいで、あと数日様子を見た方がいいかと。その心配はない。今日退院することになったから準備を頼めるかな。あ、どうしてですか。だって高橋さんはずっと熱が続いていますし、検査の結果だって疑わしいものばかりで、あんなに弱っているのに。それが全部作り話だからですよ。あなた、高橋さんを騙している女ね。何のつもり。それはこちらのセリフです。虚偽の申告で高橋さんの退院を先延ばしにしようとしましたね。患者の健康状態の改ざんなんて看護師の風上にも置けない人ですね。ふざけるのもいい加減にしてください。虚偽ですって、何の証拠があって。あ、ちょ、何これ、重い。高橋さんの全てですよ。朝食べたもの、昼食べたもの、睡眠時間、心拍数、体温、血圧、運動量、呼吸の数、何もかも記録してあります。体重の変化もグラム単位で記載しています。労働時間ももちろん書いてありますよ。瞬きの回数まで全部。そこまで把握してるの、狂ってる。狂ってる？言っている意味がよくわかりません。愛しているんだからこれくらい当たり前じゃないですか。高橋さんが何を食べて、何をして、どんな風に生活しているか、何もかも把握していないと気が済まないんです。私の知らない高橋さんなんて不愉快なので。まあ最も不快なのは、あなたみたいな虫が高橋さんにまとわりついて知ったような口を叩くことですけど。で、あなたが提出したこの数枚の紙切れで私に対抗できるんですか？やれるものならやってみてください。叩きのめしますから。いろいろとご迷惑をおかけしました、七瀬さん。検査結果、なんともなくて本当に良かったです。あの後、朝食を運びに来たきり看護師さんには会えなかった。携帯電話も七瀬さんが預かってきました。で、持ってきてくれたし、少しやりすぎなところはあったけれど、看護師さんのおかげで無事に退院できたし、一言お礼を言いたかったんだけど仕方ないな。それにしてもやっぱり高橋さんに主治医をつけた方が良さそうですね。食生活もより一層バランスの取れたものにするよう、管理栄養士の人数も増やして生活をサポートした方が。そこまでしなくても。じゃあ心配かけないでください、高橋さん。高橋さんに何かあったら生きていけないんですから。ありがとうございます。気をつけます。七瀬さんも健康でいてくださいね。それって、はい、わかりました。やめる時も、健やかなる時も、止める時も、貧しき時も、妻として愛し、敬い、慈しむことを誓います。ちょっとそれ違うようなって聞いてますか、七瀬さん。やっと始まりますね、高橋さん。待ちに待った郷土旅行ですよ。そうですね、京都なんて久しぶりだな。俺の名前は高橋千明。これといった特徴のない平凡なサラリーマンだ。はあ、楽しみ。私、今日が来るのをずっとカウントダウンしてたんですよ。1ヶ月くらい前から毎日毎日そうなんですね。このバスツアーも数百以上のプランの中から厳選したものなんです。全てはこの旅行を最高の思い出にするため。きっと高橋さんにも満足してもらえるはずです。この人は同居人の七瀬さん。一見すると普通の美人なんだけど、ちょっと行き過ぎたところがあるのがたまに傷ね。でもせっかくの旅行なんだ、仕事のことは忘れて思いっきり羽を伸ばすぞ。イエーイ。見て見て、あの景色超綺麗じゃない。記念に一枚撮ってよ、誰か。じゃあ僕が。あの、実は僕カメラが好きで、いろいろ勉強したんだ、姫ちゃんを綺麗に撮れるようにって。何？ボソボソ言われてもわかんないんだけど。っていうかさっさと撮ってよ、あんまり姫子をイラつかせないでくんない。わかった。ちょっとあんたら、くっついてこないでよ。鼻息が荒くて気持ち悪いし。ごめんね姫ちゃん。許して、もうしないから。大きな声だな、車内に響き渡ってるよ。やかましいですね、黙らせてきましょうか。いやそんなに神経質にならなくてもいいんじゃないですか。景色に夢中になってたらそういう時もありますよ。学生みたいだし、ちょっとくらいは多めに見てあげても。そうでしょうか。七瀬さんが絡んだら事態が大きくなりそうだしな。わかりました、高橋さんがそう言うなら今回は見逃しましょう。
頼む、このまま穏便に終わってくれと思っていたんだけど。ほらほら、取ってよ早く。気が利かないんだから、もう。あ、ごめん、今取るから。ちょ、どこにカメラ向けてんの？真ん中は姫子でしょ？寺を映してどうすんのよ。あ、でも雰囲気があると思ったから。今大事なのはこの瞬間しかないプライスレスな姫子を撮ることなの。わかる？そうだ、主役は姫ちゃんだぞ。たく、自我を持つんじゃねえよ、キモタな分際で。そこの方、他の参拝客もおりますので少しお静かに。うっさいな、忙しいから後にして。今はね、姫子の最高な瞬間を残せるかどうかの瀬戸際なの。みんなもそう思うでしょ？ねえ。そうだそうだ、僕たちだって参拝客なんだぞ。まずい、七瀬さんからの怒りのボルテージが。あ、七瀬さん、見てください、あっちでおみくじが引けるらしいですよ。いいですね、引いてみましょうか。まあどんな結果が出ようと、高橋さんの未来は私が幸せへと導くんですけど。衝突回避だけど、それも一時しのぎに過ぎなくて。これがあの有名な竹やぶですか。壮観ですね、耳を澄ませると風に揺れる葉の音が。バスの中から眺めるのとはまた違った趣がありますね。はい、いい思い出になりそうです。ちょっとお客さん、困りますって。どけどけどけ、オタク号のお通りよ。お客さん、あの子たち、どこまで迷惑をかければ気が済むのでしょうか。高橋さんと過ごす甘いひとときを邪魔するなんて、万死に値します。七瀬さん、若さゆえに過ちを犯すというのなら、周りの大人たちがちゃんと指導してあげないといけません。高橋さんもそう思いますよね。ね、まずい、この展開は。どう、この格好似合ってるっしょ。素敵だよ、姫ちゃんの新境地だね。でしょ、撮って撮って、これも思い出に残そう。何あれ、面白い。何笑ってんだよ、姫ちゃんの魅力が分かんないのか、お前は。見ちゃいけません。ほら、行くわよ。かわいそうな子供だわ。一流は一流を知るって言うけど、一流が分かんない奴はずっと三流のままなんでしょうね。ほんとほんと、困っちゃうよね。そうだね。やばい、このままだと七瀬さんの爆発は間近だ。そうなる前にここは俺が。ちょっと君たち、いくらなんでもそれ以上はやりすぎなよ。観光を楽しんでる人は大勢いるんだし、もう少し周りのことを考えなきゃ。はあ、何この冴えない男、もしかして姫子に気がある感じですか。いや、そういうわけじゃないんだけど。っていうかお兄さん、さっきから姫子のことジロジロ見てたよね。そうなの。困るんだよね、こういうの。片思いすんのは勝手だけどさ、姫子を口説くつもりならもう少し男を磨いてからにしてくんない。そうだ、思いなんかに姫ちゃんはもったいない。っていうかあんた、女連れだったよね。いくら姫子が可愛いからってこういうのはどうかと思うよ。恨まれたりなんてしたらたまったもんじゃないし。ま、あんたみたいなパッとしない男と付き合ってるなんてどうせ大した女じゃないだろうけど。なんですかお姉さん、姫子に文句でもあんの。ええ、数えきれないくらいあります。さすがにもう我慢も限界です。とうとう七瀬さんが切れた。ここではお店に迷惑がかかりますね。表に出ましょうか。まさか逃げたりはしませんよね。それで文句って何ですか。っていうか、絡まれたこっちの身にもなってくれません。あんたらがどうしようもないくらい冴えないのはあんたら自身のせいでしょ。そうだ。あ、もしかしてどうやったら姫子みたいな魅力が手に入るか知りたくなっちゃった感じだ。気持ちはわかるけど、言ったところで真似はできないと思うよ。けどまあ、土下座したらちょっとレクチャーしてあげてもいいかな。七瀬さん、思い上がりもここまで来ると滑稽ですね。は？
そちらのお三方は随分この人を慕っているようですが、どうお考えですか？この方、先ほどから自分のことを魅力的だっておっしゃってますけど、あなたたちもそう思ってるんですか？当然だ。姫ちゃんはこの星で一番素敵な女の子なんだ。ああ、僕みたいなオタクにも優しくしてくれる子なんて今までいなかった。最高の女の子だよ。僕たちの人生は姫ちゃんと出会って変わったんだ。救われたんだ。そうですか。ではこれを聞いても同じことを言えますか？いいよいいよ、ちゃんちゃん開けて。今日は臨時収入ががっぽり入ったの。え？今日のはね、オタクくん2号からもらったお小遣い。合図中打ちながら適当におだててたらお礼です。だってマジウケる。オタクくん2号。あー、3号くんからもらった余りもあったかな。今日はそれも使っちゃおっか。いやー、他人の金で飲むシャンパンが一番うまいよね。待っててね、ケントくん。あいつらに貢がせまくって絶対ナンバーワンまで連れてってあげるね。嘘だよね、姫ちゃん。僕がおすすめしたフィギュアを買うから借りたい、そう言ってたもん。そうだよね。僕は病気のお母さんのためだって聞いて。嘘、デタラメよ。さっきの動画も全部捏造。みんなは知ってるよね、姫子が心の綺麗な優しい女の子だってこと。嘘なんかついたことないってこと。ああ、安心ください。そう言うだろうと思って証拠は山ほど用意しておきましたから。動画以外にも写真に録音、なんなら LINE の履歴もありますよ。皆さんのスマホに送っておきますから気が済むまで確認してください。そんな、どうして。姫ちゃん嘘だよね。嘘って言ってよ、姫ちゃん。あ、なんなんだよこの女。ここまでうまく育ててきたのに。姫ちゃん、うるせえな。姫子はね、サービスしてあげてんの。絶望だらけのキモオタくんに希望を与えてんのよ。姫子がいなかったらあんたらの人生なんて真っ暗でしょ。姫子と会うまで女の子とまともに話したことないって言ってたもんね。だったらさ、このまま黙って姫子の犬になってろよ。出すもん出すなら姫子もご機嫌取りくらいはしてやるからさ。ま、どうせ姫子なしじゃ生きていけないんだろうし、あんたたちは。なんてやつは、こいつ。悔しいけど、姫ちゃんの言う通りだ。姫ちゃんが構ってくれたおかげで毎日が楽しくなった。他に何もいらないって本気で思えるくらい。だから僕らは姫ちゃんにすがるしかないんだ。それが姫ちゃんの本心じゃなかったとしても、姫ちゃんに見捨てられたら僕らに希望なんかないんだから。そんなことはありません。あなたたちには好きな女性のためにひたむきになれる情熱があるじゃないですか。残念だったのはその思いを向ける先を間違えてしまったこと、それだけです。だからこの先もきっと大丈夫。その力の使い方を間違えなければ希望はつかめます。希望？僕たちが？はい、次は与えられるのではなく自分の手で。もしあなたたちにその気があるのなら私がちょっとだけ力を貸してあげてもいいですよ。本当ですか、七瀬さん。いえ、七瀬様。七瀬様。ちょっとあんたたち、どうしちゃったのよ。姫子の声が聞こえないのねえ。七瀬さんに信者が生まれてしまった。見てください、高橋さん、この前の旅行で撮った写真を現像してアルバムを作ったんです。ああ、京都旅行のあの時は大変でしたね。今後もこうやって思い出を積み重ねていきたいですね。次の旅行が楽しみです。旅行か、次に連休がもらえるのはいつになるか。どうやら再来週の土日はお休みになるみたいですよ。え、そうなんですか。というかどうして七瀬さんがそれを。高橋さんのことなら私は何でも知ってるんですよ。なんでだ、なんで知ってるんだ。俺の名前は高橋。
平凡を絵に描いたようなごくごく普通のサラリーマンだ。わあ、大きいぬいぐるみ、かわいい。この人は同居人の七瀬さん。マッチングアプリで出会った彼女は可愛らしくて頭が良くて、その上とんでもないお金持ち、まさに完璧と言っていい女性だろう。高橋さん、抱き枕を新調しようと思ってましたけど、ぬいぐるみもいいかもしれませんね。ベッドだけじゃなくてソファーに置いたりもできそうですし、高橋さんはどう思いますか？どうって嫌に決まってるじゃないですか。絶対可愛いのに。この異常ともいえる愛情表現と時折見せるサイコパスな部分を除けばだが。マグカップを選びっこしましょう。高橋さんは私が使うものを選んでくださいね。って言われてもな。花柄はありきたりすぎるか。動物って感じでもないしな。痛い。すみません、俺棚見るのに必死になってて。小学生だよな。それにしても格好が派手すぎる。最近の小学生ってみんなこうなのか。ちょっとどこ見てるの。なんか目つきやらしいんですけど。え、そんなことは。ああ、わかった。お兄さんわざとぶつかってきたんでしょう。さっきからこっちジロジロ見てるし、わかりやすすぎ。そんなわけないだろう。ほら、服はちゃんと着て。あはは、もしかして刺激が強すぎちゃった。お兄さん冴えない感じするし、免疫ないのかな。なんだこの子供、いきなり人をバカにして。付き合いで買い物に来たんだけどさ、もう飽きちゃった。お兄さんで遊んで暇つぶししよっかな。ああ、本当に何なんだ。こっちは今それどころじゃないっていうのに。いや、そういうのは困るから。ははは、困るって何？もしかしてお兄さん照れてんの？違うっつーの。子供とはいえ女子と密着するなんて、七瀬さんに見られたらなんて言われるか分かったもんじゃない。とにかく離れて。君だって誰かに勘違いされたら困るだろ。勘違いって何がですか？うわ、七瀬さん。高橋さん、誰ですかこの子。さあ、さっきマグカップ見てる時にぶつかっちゃって。いきなり出てくるからびっくりしたけど、なんだ、大したことないじゃん。ちょ、いきなり何言って。へえ、だって見てよ、あのマグカップ、超変なやつじゃん。この子供無敵か。確かに俺が使うはずのマグカップに高橋ラブって書いてあるのはちょっと、いや、かなりどうかと思うけど。こんなダサーいお姉さんより私の方が絶対いいし。あらあら、ずいぶん自信があるんですね。当たり前じゃん。なんなら勝負する？勝負ですか。わかりました。七瀬さん。まあまあ、子供の遊びですし、ちょっとくらい付き合ってあげてもいいじゃないですか。いや、でもこんないきなり見ず知らずの子ですし。決定。最初の勝負はおしゃれ勝負にしよう。どうしてこんなことに。それじゃあいくよ。じゃーん、どう、かわいいっしょ。いや、どうかな。あれ、お兄さんもしかして恥ずかしいの？別にそういうわけじゃないけど。すみません、お待たせしました。って思いっきり張り合ってる。どうですか高橋さん、いつもと違う雰囲気にしてみたんですけど。どうですかじゃないですよ。なんで七瀬さんまでそんな格好してるんですか。もちろん高橋さんを喜ばせるためです。それでどっちが可愛いですか。
俺ネクタイ見てきますね。二人はごゆっくりどうぞ。あー逃げた。困ってる高橋さん、かわいい。フードコートでソフトクリームってこれじゃ勝負にならないじゃん。高橋さん、はい、あーん。今はそういうのはちょっと。やだ、こぼしちゃった。お兄さん拭いて。大変、今拭いてあげますね。いたたただ、お姉さんこすりすぎ。なんかちょっと楽しそうだな、この人たち。ペットショップって言ったら当然見るのはこれだよね。赤もいいけど、お兄さんにはやっぱり黒かな。ねえねえ、どれがいい？高橋さんってば、私がいるんだからペットなんかいらないですよね。二人とも何の話をしてるんですか？俺は一体何に付き合わされてるんだ？私は結構楽しかったですよ。勘弁してください。安心してください。実はフードコートに行く途中、迷子センターに連絡を入れておきましたから、そろそろ。あ、いた、梅子。まったく、今までどこほっつき歩きよったんね。げ、母ちゃん。本当にうちの梅子がご迷惑ばおかけしました。ほら、ちゃんと謝らんね。ふん。もう本当にすみません。どうしても抱き枕が欲しいって言うから買いに来たんですけどね、お手洗いに行ってる間に迷子になってしまって。この格好もね、派手でしょ。なんでもクラスで流行ってる漫画の影響らしくて、子供ってほんと影響されやすいですよね。とっても優しくていい子なんですけどね、どうにも寂しがり屋で、家では私にくっついて離れないんですよ。それもまた可愛いんですけど。はあ。もういいから早く帰ろう。はいはい、それじゃ。お世話になりました。あんた抱き枕は見んでよかとね。今日はもういい。そがんこと言って、また帰ってだだこねんでよね。荒らすだけ荒らして、あっさり帰っていった。人騒がせな迷子でしたね。本当ですよ。今さらどっと疲れが。すみません高橋さん、休日を楽しんでもらおうと思ってお買い物に誘ったのにこんなことになって。ああ、いや、確かに大変だったし疲れましたけど、おかげで時間を忘れて過ごすことができましたよ。こういうドタバタした休日もたまにはいいかもしれません。まあ、それに子供相手にはしゃいだりちょっとムキになったりする七瀬さんってちょっと新鮮で、そのなんていうか、ちょっと可愛いかもなんて思ったりして。それって子供が欲しいって意味ですか？ん？はい？やだ、高橋さんって子供に興味あるタイプだったんですね。ちょっと意外です。さっきの子は鬱陶しかったけど、高橋さんと私の子ならきっと可愛いですし賛成です。なんでそうなるんですか？え？だって高橋さんが。言ってません。意外な一面が見れたなんて思ったけど、やっぱり七瀬さんは七瀬さんだ。もう照れなくていいですよ。照れてません。もう高橋さんたら。勘弁して。はい、お弁当。今日はイタリアンを取り寄せました。完全自然食だそうです。俺の名前は高橋、ごく一般的なサラリーマンだ、うん、と思う。なんかいつもすいません。そこ謝るところじゃないですよ。ああ、ですね。ありがとうございます、七瀬さん。彼女は七瀬さん。今俺は訳あって彼女のマンションに同居中の身だ。食べたら感想を聞かせてください。できれば一品一品細かくお願いしますね。え、お店にアンケートでも頼まれました？いえ、私の高橋さんデータベースに記録します。私、高橋さんについては何一つ漏らさず残しておきたいんですよ。
もう見返すと楽しくて楽しくて。ああ、そうですか。だいぶ慣れてはきたけど、七瀬さんの愛情表現は今日も安定の歪みっぷりだ。あれ、片桐さんどうしたんだろう。まだうちの部署に来たばっかりだし、慣れない業務に疲れちゃったかな。ね、よし。はい、どうぞ。え？これ飲んで一息入れてよ。カフェオレ嫌いだった？別に嬉しくなんかないんだからね。はい。まあせっかくだし飲んでやってもいいけど。ああ、そう。もしかしておせっかい？いや、むしろ迷惑だったのかも。ああ、じゃあ俺はこれで。何あいつ、私の好物をおごってくれるとか私のこと好きなんじゃん。もう分かりやすいんだから。片桐さん、今手空いてる？え？空いてるけど。資料作り手伝ってほしいんだけど。別にあなたのために開けてたわけじゃないんだからね。あ？まあいいけど。で、どんな資料？ああ、今データ送るから、条件に沿った形で抽出してまとめてくれないかな。めんどくさ。え？別にやらないなんて言ってないからね。早く送れば。あ、うん、わかった。もしかして俺、片桐さんに嫌われてるのかな。なんなの、不器用すぎ？それとも天然？高橋さん、あれで私の気を引こうとしてるつもりかな。じゃあよろしく頼むね。ん？片桐さん？片桐さん？聞こえてる？ちょっと、何見てるのよ。はい？だから、こっち見ないでくれる？そう。あ、ごめん。ちょっと。はい。そんなに見たいなら、見てもいいけど。別に、見せたくて見せてるわけじゃないんだからね。どっちなんだ？あれ、片桐さん、頼んだプレゼン資料、もう作ってくれたんだ。ん？メモ？別にあなたのためにやってあげたわけじゃないんだからね。片桐さんっていつもこんな感じだな。また仕事の手伝い？別にあなたにだけ手伝ってあげてるわけじゃないんだからね。話？別に聞いてあげてもいいけど。誤解しないでよね。たまたまそんな気分になっただけなんだからね。こういう話し方されるとどんな対応していいのか毎度悩むんだよな。他のみんなはどうやってるんだろう。なあ、ちょっと聞いていいか。ん？このメモ見てくれよ。片桐さん、いつも俺にこういう言い方でさ。なになに？なんだ、お前の彼女ってすげえツンデレだな。ツンデレって片桐さん、彼女じゃないけど。でも片桐さん、俺たちにそれっぽいことを言ってるぞ。自分には高橋がいるから口説こうとしても無駄ですよとか。いや、本当に付き合ってないって。ああ、高橋くん多分面倒なのに捕まったよ。はあ？片桐さん、高橋くんが自分のこと好きみたいとかしょっちゅう言ってるよ。そうか、片桐さんのあれはツンデレなんだな。まさか実際に遭遇するとは。それはともかく、俺との関係を勝手にでっち上げるのは勘弁してほしいよな。なんとか対処したいけど。ああ、めんどくさいな、ツンデレ。ツンデレがどうかしましたか？いえ、その、ちょっと調べてただけで。高橋さんの周りにそういう人でもいるんですか？は？だって高橋さん、アニメや漫画に興味があるわけじゃないですよね。もしかして最近高橋さんの部署に異動してきた女性とか？どうしてそれを。私に隠し事できると思ってますか、高橋さん？いいえ。じゃあ俺もう寝ますね。ええ、おやすみなさい。単にツンデレキャラを気取ってるだけなら許してあげてもよかったんですが。
そこまで勝手なことをされては黙っているわけにはいきませんね。はあ、早く帰ってゆっくり休もう。あ、もしかして私のこと待ち伏せしてたの？え？ほんとそういうのめんどくさい。まあ別に怒ってるわけじゃないけど、そんなに一緒にいたいならそう言えばいいじゃない。もうさすがに限界だ。片桐さんの勘違いには付き合ってられない。あの片桐さん、正直言って迷惑です。待ち伏せもしてないですし、ただ家に帰ってただけです。は？何それ、バカ。あんたなんてもう知らない。私のバカバカ、いつも素直になれない。でも高橋さんだってもっと早く素直になればいいのに。もういやいや、もう好きなうちってね。その高橋さんのことでちょっとお話ししたいんですけど。は？片桐さんですよね。あなた高橋さんが自分のことを好きだと思ってると勘違いしてらっしゃるみたいですね。は？どうなんです？だって高橋さん態度に出てるでしょ。私が好きな飲み物買ってくれたり、やたらこっち見たり。私もまあ嫌じゃないし、ちょっとめんどくさいけど。でも高橋さんはそれを認めてませんよね。あの人恥ずかしがり屋っていうか不器用なんだよね。だからいろいろ手を回したんだけど気づかなくて。はあ、あなたの愛情表現は幼稚ですね。はあ、さっきからあんた何なのよ。高橋さんのこと一番知ってるのは私なんだから。では高橋さんの一日の瞬きの数ももちろん知ってますよね。高橋さんは一日平均21,998回瞬きをしてるんです。家から会社に着くまでの平均時間は47分24秒。愛してるならこれくらい常識ですよね。は？何言ってんの？世界で一番高橋さんを愛してるんだから当然です。私は高橋さんの等身大パネルやフィギュア、こんなにいっぱい写真だって。もしかしてあなた、自分が好きになった相手は絶対自分を好きだとか思ってます？え？だって私よ、嫌われるなんてありえないでしょ。高橋さんに確かめたんですか、それ？でも高橋さんは絶対私のこと好きで愛してるに決まってて。あなたは高橋さんのために死ねますか？っていうか、なんでそんなことまで知ってんのよ。高橋さんとどんな関係？もしかしてストーカー？警察呼ぶわよ。何言ってるんですか？私高橋さんと一緒に住んでますから。嘘。なんならこれから家に来ます。本当かどうか一目でわかりますよ。はい、今日はフレンチのお弁当ですよ。フルコース風だそうです。すみません、いつもありがとうございます。別にあなたのために取り寄せたんじゃないんだからね。はあ？冗談です。はい、どうぞ。びっくりした、七瀬さんまでって。ちょっとだけ焦りましたけど。ごめんなさい、悪趣味でしたね。大丈夫、すぐに冗談だって分かりました。だいたい七瀬さんはそんな態度取りませんし。ええ、私ひねくれた愛情表現は苦手です。その代わりといってはなんですが、私は私のあらゆる力を使ってまっすぐに高橋さんを愛し抜きますよ。それはそれでなかなか怖いかな。あれ、もしかしてまだ見えてます？七瀬さん、ちゃんとお礼言わなきゃダメですよ。チャンネル登録よろしくお願いします。